末隆房は五芒星軍に未来がないと判断し、黒魔術軍の大堀康房を倒し、黒魔術軍を我が物にしないかと冷泉高豊に提案する。そこに村上武雄と久喜義隆が現れ、それならば魔界水軍に入らないかと勧誘するが、生前の恨みから高房は武雄の提案を断る。そして村上武雄、久喜義隆対末隆房、冷泉高豊の戦いが始まる。戦いは末隆房が久喜義隆を倒し勝利する。神楽坂は高房に勝利の褒美に願いを叶えてやろうと提案する。高房は戦いの最中、身を挺して主人である久喜義隆を守ろうとした道さんに心を打たれていたので、道さんの目を返せと言い去っている。そして道さんは目を取り戻す。高山右近は真田大輔と風魔小太郎を呼び出す。すると霧隠れ才蔵が現れ、真田大輔と風魔小太郎対霧隠れ才蔵の戦いが始まる。才蔵が劣勢の中、前田刑事が現れ才蔵に加勢する。それでも劣勢の才蔵と刑事だが、二人のピンチに兵糧王が乱入し風魔小太郎を倒す。右近が戦いを止め、黒魔術軍は撤退していく。倒れた兵糧王にお市の方が手当てをしようとするが、お市の方は兵糧王の顔に見覚えがあるような素振りを見せる。大堀康房は鶴姫を奪い返すため越智康成と戦う決意を示す。しかし康成は戦うことをためらう。やがて康成も康房を止めるため必死に戦うが、康房に倒される。ガラシャの声により康房が康成の首を切ろうとした時、鶴姫が現れ康房を止める。康房はその鶴姫を見て黙ってその場を去る。康成は必ず康房を連れて戻ると言い残し、康房を追いかけるのであった。一人残された鶴姫の前に高山右近とルイス・フロイス、滝夜叉と藤原の住友、俵の藤太が現れ、鶴姫が皆に襲われる中、夕顔が助けに現れる。しかし鶴姫も夕顔も劣勢となり、生命が現れ夕顔と鶴姫を救うのであった。